あれからランド・ゼントラーディ軍の攻撃があったか定かではない。数年前のボドルザー艦隊との戦いで地球は荒廃していた。しかしそれでも地球はゼントラーディ軍をことごとく打ち破り撃滅しつつあった。地球に残ったブリタイ艦隊と歌によるショック攻撃があったからである。人々は歌によるショック攻撃を民命攻撃と呼びます。
ただいま。よくやった、マリア。しかし工場衛星の件は命令違反だ。厳重に処罰するぞ。分かってます。俺もですか？当然だ。諸君、よくやってくれた。しかしまだ敵は全滅したわけではない。次なる敵がいずれ現れるであろう。が必ずいつの日か我々が勝利すると信じている。それが文化の持つ力なのだ。さあ帰ろう。我々のふるさと、地球へ。
グリムゾ、次の作戦は練ってあるのか。はあ、小惑星に誘い込んで新型を試してみようかと。まあ、うまくやってくれや。みんな、は、例のおもちゃはいつできるんだ。おもちゃ、ああ、あの大型ですか。まだボディと各パーツが接続されていませんので、まだしばらくはかかるかと。どうした。隊長、敵です。ヤッターの方から来ます。くそ、うかつだったぜ。ジンナ、グリムゾ、おめえらでやれ。もっともあいつだけは俺が葬ってやるがない。申し訳ありません、総司令。我が艦隊は思わぬ苦戦を強いられております。撃ったか。はあ、がしかし増援部隊さえ出動させていただければ我が軍が勝利を。いや、それは無駄であろう。増援をしたところで結果は同じことだ。では、一体近いうちにカムジンが我々と合流するはずだ。それまで待つのだ。はあ、それではそれまで我が艦隊は総司令の下で待機します。敵の機関との決戦だ。絶対に負けるわけにはいかない。文化を守り抜くのだ。すんなよ。あなたもね。